こんにちは。今回は韓国ドラマサムダルリへようこそについてお話しします。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。サムダルリへようこそ。最終島の美とロマンスが織りなす感動の物語、韓国ドラマサムダルリへようこそは、名声を喪失したフォトグラファーのチョサムダルシン・ヘソンが故郷の最終島に戻り、幼馴染のチョヨンピル・チ・チャンウクと再会し、昔の恋が再燃する感動的なストーリーです。物語は美しい自然と温かな人々が広がる最終島を舞台に、主人公たちの切ない恋模様が描かれます。チ・チャンウク演じる予報官が持つスーパーコンピューター並みの予測力と、シン・ヘソン演じる成功したフォトグラファーが抱える過去のスキャンダルが物語を彩ります。このドラマの見どころの一つは、最終島の美しい風景と人情味あふれるキャラクターたちです。自然の中で繰り広げられる甘いロマンスが視聴者の心を打つことでしょう。また2人の主人公がソウルメイトとして再会し、互いに変わらぬ思いを抱きながら新たな愛を見つけていく様子も魅力の一つです。ジャ・ヨンフン演出、コン・ヘジュ脚本の組み合わせは、これまでに数々の感動作を生み出してきた実力派です。サムダルリへようこそでは、ベクヒが帰ってきたや君はロボットなどで培った経験を生かし、温かく心に残る物語を書いています。このドラマはシン・ヘソンとチ・チャンウクの素晴らしい演技、最終島の美しい風景、そして心温まるストーリーが見どころの作品です。ぜひサムダルリへようこそを視聴して、感動とロマンスに包まれたひとときをお楽しみください。脚本家と演出家のなす温かくて感動的なドラマサムダルリへようこその魅力。最近韓国ドラマサムダルリへようこそが話題になっています。このドラマは演出を担当したチャ・ヨンフン氏と、脚本を手掛けたコン・ヘジュ氏のコンビネーションが生み出した作品であり、その魅力は多岐にわたります。チャ・ヨンフン演出の特徴、ジャ・ヨンフン氏はこれまでベクヒが帰ってきた君はロボット椿の花咲く頃、気象庁の人々など人間関係の深い感情を書いた作品で名を馳せています。その演出スタイルは、視聴者に温かさと感動を提供することに特化しています。特に最終島の美しい自然や人情味あふれる人々を背景にしたサムダルリへようこそでは、彼の細部へのこだわりが際立っています。ゴン・ヘジュ脚本の魅力、ゴン・ヘジュ氏はゴーバック夫婦バイバイ、ママなどの作品で知られており、人生の困難に直面しながらも希望を見出す登場人物たちを描くことで定評があります。彼女の手腕によってサムダルリへようこそでは、家族や友情、夢や希望といったテーマが見事に織り交ぜられ、視聴者に笑いと涙をもたらしました。俳優陣の魅力、このドラマにはチ・チャンウクとシン・ヘソンといった魅力的な主演俳優陣が起用され、2人のケミストリーが最大限に引き出されています。また個性豊かなキャストたち、キム・ミギョン、ソ・ヒョンチョル、シン・ドンミ、カン・ミナ、キム・ドーンなど、との息の合った演出と脚本も本作の見どころです。サムダルリへようこそは、ジャ・ヨンフン演出とコン・ヘジュ脚本のコンビが作り出した温かくてヒューマンなドラマです。最終島の美しい風景とともに、幼なじみのロマンスを中心に、家族や友情、夢や希望などのテーマが見事に書かれています。ぜひこの感動的な作品をご覧いただき、その温かさに触れてみてください。チ・チャンウクの魅力あふれる演技と撮影エピソード、サムダルリへようこそ。サムダルリへようこそでチ・チャンウクが演
チョヨンピルは最終冬季象徴の予報官として登場し、幼なじみのチョサムダルシン・ヘソンとの再会から始まるロマンスが物語の中心です。しかしサムダルに対しては純情で甘い一面を見せ、そのギャップが彼のキャラクターをより魅力的にしています。演技の中でチチャンウクは最終島の方言や気象用語を自然に操り、キャラクターをよりリアルに表現しています。特にサムダルとのロマンティックなシーンでは、彼の繊細で感情豊かな演技が視聴者の心をつかんでいます。初キスシーンでは彼女の頬に手を添えて優しくキスするなど、その紳士的な一面も印象的です。撮影エピソード、チチャンウクは最終島の美しい自然を楽しみながら撮影に臨んでいたようです。また共演者のシン・ヘソンとは親交が深く、オフの時間に一緒に食事やカラオケを楽しんでいたとのこと。特にキスシーンの裏話では、チョコレートを使って演技を盛り上げたという楽しいエピソードも聞かれました。このようなアクティブな交流が作品における2人の自然なケミストリーにつながり、視聴者に感動と笑顔を届けています。サムダルリへようこそは、チチャンウクの魅力的な演技や撮影エピソードがドラマ全体の楽しさと感動を一層引き立てています。お楽しみに。魅力あふれる演技で視聴者を魅了するサムダルリへようこそのシン・ヘソン。韓国ドラマサムダルリへようこそは、シン・ヘソンさんが演じるチョサムダルの物語が視聴者の心を捉える力強い演技で描かれています。このドラマはトップフォトグラファーであるチョサムダルが一夜にして夢と名誉を失い故郷に戻るストーリーを書いています。シン・ヘソンさんの演技は現代人の喜びや悲しみを込めたリアルさがあり、視聴者に高い共感を呼び起こしました。特に切ない感情やサムダルの感情の変化を見事に描いたシーンでは、その演技力が際立ちます。ドラマの撮影エピソードに関する詳細な情報は不明ですが、シン・ヘソンさんの流麗な演技が視聴者たちを引き込んだことは確かです。彼女の存在感と演技力がサムダルリへようこそを不朽の名作に押し上げました。韓国ドラマサムダルリへようこそは、視聴者の心を捉える感動的なストーリーとシン・ヘソンさんの素晴らしい演技で知られています。このドラマではシン・ヘソンさんがトップフォトグラファーであるチョサムダル役を演じ、一夜にして夢と名誉を失い故郷に帰ってくる姿を見事に演じています。シン・ヘソンさんは現代人の喜びや悲しみをリアルに表現する演技で視聴者の共感を呼び起こしました。特に切ない感情やサムダルの感情の変化を描いたシーンでは、その演技力が光ります。視聴者は彼の演技に引き込まれ、物語に没頭することができました。ドラマの撮影エピソードに関する詳細な情報は得られませんでしたが、シン・ヘソンさんの流麗な演技が視聴者たちを引き込んだことは間違いありません。彼の存在感と演技力がサムダルリへようこそを不朽の名作に押し上げました。カン・ヨンソクの魅力的な演技と撮影エピソード、サムダルリへようこそ。サムダルリへようこそでは、カン・ヨンソクが演じるプサンドは最終島の海女たちの息子で、チョヨンピルチ・チャンウクの親友として登場します。サンドは母親の病気を機にソウルから島に戻り、幼なじみのチャハユル・キムドウンと再会し、新たな恋の予感が芽生える役どころです。カン・ヨンソクの演技の魅力は、最終島の方言を自在に操り、サンドの明るくてお茶目な性格を鮮やかに表現しています。彼はサンドになりきるために髪型やファッションを変え、最終島の文化や習慣について学ぶなど、徹底的な役作りに挑んだと語っています。
特にチチャンウクやキムドウンとの掛け合いが見どころの一環となっています。撮影エピソード、カン・ヨンソクは最終島のアマたちと一緒に海に入って海藻を取ったり、アマの服を着てポーズを取ったりするなど楽しい瞬間を共有したことが明かされています。また共演者たちとはオフの時間に仲良く食事を楽しんだり、カラオケに行ったりして親睦を深めたとのこと。サムダルリへようこそはカン・ヨンソクとキム・ドーンのキュートで可愛らしいロマンスが魅力の一つです。ぜひご覧いただき、ドラマの中で繰り広げられる最終島の美しい風景と心温まるストーリーをお楽しみください。最終島の美しい風景が舞台、サムダルリへようこそ。韓国ドラマサムダルリへようこそは最終島を舞台にした心温まるラブストーリーです。このドラマでは架空の村サムダルリが主要なロケ地として使われ、最終島の美しい自然がドラマを彩っています。サムダルリ架空の村がリアルなロケ地に、実際のロケ地は最終市の中心から30分ほど離れたハンリマウルと呼ばれる村。ここは伝統的な石垣や石造りの家が美しい風景を作り出し、サムダルの家やアマの家、ヨンピルの家などが登場します。このロケ地の選定によりドラマにリアリティと親近感が生まれ、視聴者はサムダルリの村に引き込まれます。最終島の他の場所も登場。最終島気象庁は実在の最終気象台で撮影されました。この場所は最終市の最終国際空港の近くにあり、ドラマではヨンピルや仲間たちが働く気象予報官の拠点として書かれています。自然の美しい風景も生かされ、サムダルとヨンピルの初デートの舞台は最終オルレコースの東門オルレコース。約 16km の遊歩道で最終島の海岸線や山々を散策しながら2人の幸せな瞬間が刻まれました。撮影エピソード、チョコレートで甘いシーン作り、主演俳優のチ・チャンウクとシン・ヘソンはサムダルとヨンピルのキスシーンの前に互いの唇にチョコレートを塗っておいて甘いキスをしたとのこと。撮影現場では最終島の方言や気象用語にも挑戦し、地元のアマたちと一緒に海に入って楽しく撮影されました。サムダルリへようこそは美しい最終島の風景とともに幼なじみの甘くて心温まるロマンスを書いたドラマ。ぜひその魅力をご覧ください。サムダルリへようこその魅力、ファッションと撮影の舞台裏。最新の韓国ドラマサムダルリへようこそは2023年12月に JTBC で放送されたロマンティックコメディで、主演にはチ・チャンウクとシン・ヘソンが抜擢されました。このドラマは有名フォトグラファーと気象予報官の幼馴染の恋物語が最終島の美しい自然や文化を背景に繰り広げられます。最終島のファッションカジュアルでカラフルなスタイル。ドラマのファッションは最終島の自然や文化を反映したカジュアルでカラフルなスタイルが特徴です。気象予報官としてのチ・チャンウクは気取らないが暖かく爽やかな印象を与えるために気象庁の制服やジーンズ、パーカー、ニットなどを巧みに着こなしています。一方フォトグラファーとしてのシン・ヘソンはクールなイメージと可愛らしさを兼ね備え、レザージャケット、ブレザー、ワンピース、スカートなどを巧みにミックスマッチしています。撮影エピソードの舞台裏。1、共演者の息の合った化学反応、チ・チャンウクとシン・ヘソンは初共演にもかかわらず撮影現場ではすぐに仲良くなり雰囲気を盛り上げました。お互いに冗談やアドリブを挿入し共に励まし合う姿勢がドラマに温かな雰囲気をもたらしました。2、役作りへの努力。ドラマの中でチ・チャンウクは気象予報官
感として天気や気温を的確に言い当てるシーンが多くありますが、実際の彼は気象に疎く、役作りのためには台本を読んで勉強し、気象庁の専門家にアドバイスを仰いでいたそうです。3. シン・ヘソンのフォトグラファー役への挑戦。シン・ヘソンはドラマの中でフォトグラファーとしてカメラを使うシーンが多いですが、実際にはカメラに関する知識がなかったそうです。しかしプロのフォトグラファーからのレッスンや練習を通じて自信をつけ、キャラクターをよりリアルに演じきりました。サム・ダルリへようこそは美しいファッションとともに、共演者の素晴らしいチームワークや努力の成果がドラマ全体にあふれています。魅力的なキャラクターと感動的なストーリー、そして最終島の美しい風景と文化を通じて、ぜひこのドラマの世界に浸ってみてください。韓国ドラマサムダルリへようこそ。音楽の魔法が物語を彩る。韓国ドラマサムダルリへようこそは、物語の奥深さを一層引き立てる素晴らしい音楽によっても知られています。その音楽を手掛けるのはゲミ音楽監督であり、彼は数々の名作 OST を手掛けてきた実力派です。ゲミ音楽監督は韓国ドラマ界で有名な歌手であるチョ・ヨンピルの曲をリメイクし、 SEVENTEN のドギョムや少女時代のテヨン、そしてバラードの皇帝であるシン・スンフンなど豪華なアーティストたちと共にドラマの OST を制作しています。これらのアーティストによる OST はドラマの感性と余韻を高めるために、原曲の感性を持ちつつも新しいアレンジが加えられています。サム・ダルリへようこその音楽は物語の展開とともに視聴者の心を打ち、感情をより深く伝える役割を果たしています。ゲミ音楽監督と豪華なアーティスト陣による OST がこのドラマの魅力を一層引き立てています。韓国ドラマサムダルリへようこそ。恋と冒険の最終島、サムダルリへようこそは主演はチ・チャンウクとシン・ヘソンで、最終島の風光明媚な景色の中で繰り広げられる再会の恋を描いています。音楽と OST、 OST にはドギョム SEVENTEN が歌うショートエアが収められ特に話題となりました。この曲はサムダルの髪型に対するヨンピルの感情を表現しており、ドラマ全体で何度も心地よく流れています。撮影エピソード、チ・チャンウクとシン・ヘソンは最終島でのロケ中に仲良くなり、 SNS でオフショットを公開するなどしてファンに喜びを与えました。お互いにプレゼントを贈り合ったことも、その絆を示す素敵なエピソードです。チ・チャンウクは気象予報官の役柄に合わせて気象庁の人々にインタビューし、気象学の本を読んで役作りに励んだそうです。彼の真剣なアプローチが役に対する深い理解と熱意を物語っています。サムダルリへようこそはぜひ楽しんでいただきたいドラマの一つです。豊かな自然と共に繰り広げられる温かくて笑いあふれるストーリーが心を癒してくれることでしょう。サムダルリへようこそ第1話、再会と初恋の予感。韓国のドラマサムダルリへようこそはチ・チャンウクとシン・ヘソンが主演し、第1話で展開されるストーリーが注目されています。フォトグラファーのサムダルがスキャンダルに巻き込まれ、故郷の最終島に戻り、幼なじみで気象予報士のヨンピルと再会することで物語が始まります。第1話の見どころ、再会とともに始まる新たな章。第1話では名声と仕事を喪失したサムダルが運命のいたずらかのように故郷に戻ってくる様子が書かれます。幼なじみであるヨンピルとの再会が物語の核となり、昔の恋が再び芽生えるのか、それとも別の道を歩むのか、視聴者は注目しています。
主演のセリフ感情の交錯、サムダルシンヘソンとヨンピルチチャンウクとのやりとりは物語の緊張感を高めています。サムダルが、私はチョサムダルじゃない、チョウネだと語り、ヨンピルがサムダル、お前は本当に変わったなと応じます。この対話から2人の過去と未来への思いがにじみ出ています。ヨンピルが、お前は俺の初恋だ、俺はお前を忘れられないと告白する場面では、初恋の思い出と未練が交錯し、視聴者は2人の関係に胸を打たれることでしょう。韓国ドラマサムダルリへようこそチチャンウクの印象深いセリフ。韓国ドラマサムダルリへようこそでは、チチャンウクが最終登、気象庁予報官のヨンピル役として、シンヘソン演じるサムダルリとの心温まる恋愛を書いています。彼のキャラクターは幼なじみでありながら、長い別れを経て再会し、お互いの思いが芽生えていく様子が物語られています。印象深いチチャンウクのセリフ、サムダルリへようこそ、ドラマのタイトルともなっているこのセリフは、ヨンピルがサムダルリに帰ってきたサムダルに対して述べた言葉で、物語のキーフレーズとなっています。君は僕の小川だよ、ヨンピルがサムダルに送る言葉で、サムダルが彼にとって特別な存在であることを表現しています。君が好きだよ、ヨンピルがサムダルに対して素直に愛情を告白する瞬間のセリフで、感情を率直に伝えています。君と一緒にいると楽しいよ、ヨンピルがサムダルとの共同生活を楽しんでいることを伝えるセリフで、二人の絆を強調しています。君を失うなんて考えられないよ、ヨンピルがサムダルを守りたい気持ちを込めて述べたセリフで、彼女への深い思いが感じられます。これらのセリフからは、ヨンピルのサムダルに対する純粋で温かな愛情が表現されています。ドラマを通じて繰り広げられる二人の成長と絆に注目が集まっています。感動的で温かなストーリーがお楽しみいただけることでしょう。ぜひご覧ください。サムダルリへようこそは、ドラマの第一歩から視聴者を引き込む魅力的な展開が待っています。ぜひチェックしてみてください。新たな恋の予感があなたを待っていますよ。ドラマサムダルリへようこそ主演俳優たちの SNS コメントが明かす仲間愛。韓国ドラマサムダルリへようこその主演俳優たちが自身の SNS を通じて、ドラマの撮影現場や仲間たちとの絆についてコメントしています。チチャンウクチョヨンピル役のコメント、彼は自身のインスタグラムでドラマの撮影現場やキャストとの仲良し写真を公開し、元カノであるシン・ヘソンとの再会シーンでは、実らなかった昔の恋が再び動き出すとコメントしました。シン・ヘソンチョサムダル役のコメント、彼女は自身のツイッターでドラマの感想やファンからのメッセージを紹介し、チャンウクは私にとって大切な人、一緒に撮影できて嬉しかったとコメントしています。キム・ミギョン・コミジャ役のコメント、彼女は自身のフェイスブックでドラマの裏話やキャストとのエピソードを語り、ソ・ヒョンチョル役の最終島生まれのバス運転手との関係について、彼は私にとって大切な家族、最終島出身で最終島を知っているからこそ素晴らしい演技ができるとコメントしています。これらのコメントからは、主演俳優たちの仲の良さや絆が垣間見えます。ファンにとってはドラマの裏側や俳優たちの素顔に触れることができる貴重な情報となっています。気になる方はぜひご覧ください。韓国ドラマサムダルリへようこそ、愛と成長の物語が幕を閉じる。韓国ドラマサムダルリへようこそが全16話で幕を閉じる最終回は、感動と成長の瞬間が詰まったエピソードでした。主人公のサムダルエンシンヘソンはパワハラの濡れ衣を晴らし、再
再び故郷のサムダルリに戻ります。そこで彼女は写真展を開催し、写真と故郷を愛する気持ちを見事に融合させた展示を披露します。この展示は彼女の夢と情熱が詰まったものであり、親友のヨンピル・エンチ・チャンウクも感動します。サムダルは自分の夢を諦めずに生きる方法を見つけ、周囲の人々もそれぞれの夢を追い求めています。物語は愛と友情、そして成長の物語であり、最終的に幸せな結末を迎えます。このドラマはチ・チャンウクとシン・ヘソンの素晴らしい演技が光る豪華なキャストであり、視聴者に心温まるロマンチックコメディとして愛されました。まだご覧になっていない方はぜひチェックしてみてください。サムダルリへようこその世界にどっぷりと浸ってください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。